してくるか。さあ片山が抜けてくる、クロスを入れられるか。ファーサイドフリーになっている、決めました。牧2015年5月9日以来のゴールとなりました。同点に追いついた熊本1対1。いや、片山選手ですよね。片山からドンピシャ、牧の頭、1対1と熊本追いつきました。まあ、ここで少しマークがずれてですよね。だけどここの外し方うまかったですよね、牧選手。いやー、フリーでしたね。まあ、技術的に言ったら少し難しいんですけどね。ここ駒野選手で、ジョーゴ選手がここ少し見失うんですよね、はい、片山選手。それで技術的に言ったらやっぱこう下がりながらなんで、やっぱ首の強さがないとね、結構難しいシュートなんですけど。